やつら何やってんだ。神様やピッコロとそっくり。ナメック星人だ。私はドラゴンボールとやらを集めているフリーザというものです。ここにドラゴンボールが一つあると思うのですが。知らん。そんなものは持っておらん。クククク、そんな低い戦闘力でよくしらを切れたもんだ。あの機械でこの広いナメック星に点在するわずかな村の我々を探し出したのか。他の長老たちはとても素直に教えてくれましたよ。素直だと嘘を言いよって。いえいえ、こうしたら素直になられましたよ。ザーボンさん、見せてあげなさい。はっ。な、ほっほっほ、これでお分かりのはずでしょう。これ以上意地を張ると次はその子供が死ぬことになりますよ。なんて奴らだ。ひどい。ドラゴンボールを集める目的は。なーに、つまらない願いですよ。私に永遠の命をいただこうと思ってます。この者がたとえドラゴンボールを集めても願いを叶えることはおそらくできまい。やむを得ん。だが約束しろ、子供には絶対手を出さんと。そうそう、初めっからそうすればよろしかったんですよ。これを持ってとっとと達者でい。ついでにあと2個のドラゴンボールのある場所も教えていただきましょうか。ドラゴンボールは7個集めないと願いは叶わないのでしょう。ふざけるな。我々ナメック星人は仲間を売るような真似だけは死んでもできんぞ。やれやれ、あなたもですか。やっぱりあなたも子供も死んでもらいましょうか。逃げろデンデン、逃げるんだ。はい。しまった、スカウターが。これでもう我々を見つけられまい。皆殺しだ。こんなガキぶっ通してもつまらねえがな。まあとりあえず死ねえ。やめな。なんだてめえは。お前なんか僕がやっつけてやる。ごはん。まともに戦っても俺たちじゃどうしようもない。頭を冷やせ。やっほー。
ドドリアさん、捕まえなさい。目いっぱい飛ばせ。捕まったら最後だぞ。はい。ダメだ、ヤツの方が早い。追いつかれる。そうだ、コア、この子を頼む。はい。俺の方を見るなよ。くらえ太陽拳。うわっ、目がやった、うまくいったぞ。ご飯隠れるんだ。はい。おのりどこに行きやがった。助かった。とりあえずブルマさんのところに戻ろう。お前空飛べるか。はい。助けてくれてどうもありがとう。ねえ、君なんて名前なの？デンデ。ん？フリーザのところから誰か離れたな。この木はドドリアか。ちょうどいい。今の俺なら奴一人くらいやれる。た！今フリーザと出くわせば俺は終わりだ。慎重に動かねばいかんな。ビジータ。よう、ずいぶん久しぶりだな、ドドリアさんよ。貴様が単独になるのを待っていたんだ。フリーザさえいなければなんとかなりそうだからな。ずいぶん生意気言ってくれるじゃねえか。おとなしくそのスカウターを俺に渡して消えるんだな。そうすりゃこの場だけは見逃してやるぜ。そうか、ナメック星人の村を襲っていた貴様らの音声が途中で途絶えたからもしやと思ったが、やはり貴様らスカウターを全てなくしたようだな。こりゃいい。これで俺が近づいても分かりはしない。こいつが欲しかろう。渡す気になったか。なんで壊しやがった。そいつがなければお前もナメック星人たちの居場所もわからんぞ。俺が言った地球という星のやつらはスカウターなんぞなくても相手の強さや居場所がわかっていた。地球にいた俺と同じサイヤ人もその特技を持っていやがった。だったら俺にだってできるはずだろ。わかったぞ。俺が追ってきたチビどもは地球人だな。貴様、地球人と手を組みやがったのか。
地球人だと？地球人がこんなところまで来るわけなかろう。何を寝ぼけてやがる。そんなことよりなんでさっさとかかってこないんだ。わかっているぞ。貴様は俺が以前よりはるかに強くなったことを知り恐れているんだ。スカウターで見たんだろう、俺の戦闘力を。あんな数値は間違いだ。スカウターの誇張だ。何を怯えてる。さっさとかかってこい。俺を見くびるなよ。はっ、やりっこほう。はっ、俺たちサイヤ人は戦うたびに強くなっている。相手が強ければ強いほど俺も強さを増していく。地球で死にかけた俺ははるかにパワーアップした。それが戦闘民族サイヤ人だ。自慢のパワーも怠けていたせいでこのざまだぜ。死んで働き者にでも生まれ変わりやがれ。やりっこほう。はっ、覚悟しやがれ。ベジータ、俺をこのまま見逃してくれればある秘密を教えてやる。お前たちサイヤ人の星、惑星ベジータのことだ。何？さっさと言え。お前たちサイヤ人の惑星ベジータは巨大な隕石がぶつかって消失したのではない。サイヤ人の中のほんの一部にはお前のように飛び抜けた戦士が生まれ増え始めた。力を持ち始めればいつまでも従順に命令を聞くような民族ではないだけに、フリーザ様はあの時点で手を打っておく必要があるとお考えになった。そしてフリーザ様自らが惑星ベジータをサイヤ人もろとも消し去ったのだ。だがベジータ、フリーザ様に感謝しろよ。お前の天才的な腕は使えそうだったので、わざわざお前が星にいない時を狙われたのだ。さすがにショックが大きかったようだな。勘違いするな、ドドリア。俺には星や仲間や親たちのことなどどうでもいい。
ただそうとは知らず、ガキの頃から貴様たちにいいように使われていた。自分にムカッ腹が立っただけだ。うわぁ、いざたらフリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。スカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールというやつは7つ集めんと効果がないらしい。とりあえず残り2つ、いや1つだけでもドラゴンボールを手に入れておくのが先決だ。そいつさえ俺が隠してしまえば、フリーザたちは7個すべてを揃えることができなくなる。そしてフリーザたちの隙をついて、奴らの持っている5個をいただくんだ。やっと戻ってこれた。何のんびりしてたのよあんたたち。のんびりだって。ん？な、何その小型のピッコロみたいな子は。ひょっとしてナメック星人っていうやつ。はい、デンデと言います。ふーん、何かいろいろあったみたいね。そうだ、さっき父さんから嬉しい連絡が入ったのよ。え、なんすか。孫君がここに向かって飛び立ったの。到着はなんとたったの6日後。しかもすっごい修行をしながらって話よ。お父さんが。やったー、キャッホー。悟空のナメック星到着まであと6日。